ハインツグデイリアンと談笑する、ホト作戦を協議するホト、ボック元帥、リヒトホーフェン上級大将ヘルマンホトは、ドイツの軍人。最終階級は、上級大将。第二次世界大戦で、ナチスドイツの総攻部隊司令官などを務めた。兵士には、ホト親父の愛称で親しまれ、また現在でも、エルヴィン・ロンメルや、 ハインツグデイリアンに次ぐ偉大な戦術家として高い評価を受けている。ブランデンブルク州、ノイルッピン生まれ。ギムナジウムを卒業後士官学校に入学し、不評第72連隊に配属される。第一次世界大戦勃発後、大尉として参謀本部に配属。1915年から1918年まで、中隊長、大隊長、航空部隊長などを務める。 1918年の終戦時は、師団参謀だった。戦後は、バイマル共和国の国防軍に採用され、1934年まで、様々な部隊の長屋参謀を歴任。1934年、少将に昇進し、翌年第18不評師団長に補えされる。1936年に、中将。1938年に、宝兵大将に昇進。 同年第15軍団司令官。第二次世界大戦勃発後、第10軍指揮下の第15総攻軍団長として、ポーランド進行に従軍。翌1940年の西方電撃戦にも、第10軍で従軍。この選考により、上級大将に昇進。同年11月、第3総攻集団司令官に任命される。1941年。 バルバロッサ作戦に同部隊を率いて参加し、ミンスクやビチェプスクを占領。ついで、スモレンスクを包囲。同年10月、第17軍司令官に補えされる。1941年11月、指揮下の部隊にユダヤ人絶滅や捕虜にした共産党政治将校の即時処刑を命じる司令を、加達し、占領地におけるゲシュタポ。 親衛隊の特務殺戮部隊の活動に同調した。1942年、第17軍は、ドネツ川流域への攻撃や、第二次ハリーコフ攻防戦に参加。同年6月、エーリヒヘプナーの後任として、第4総合軍司令官に補えされ、ボロネジの戦いを指揮した。12月、消耗した、同部隊を率いて、スターリングラードに包囲されたフリードリヒ・パウルスの、 第六軍の救出を目的とした冬の嵐作戦に加わるが失敗に終わった。1943年のクルスクの戦いではエーリーヒ・フォンマンシュタイン率いる南方軍集団の主力としてソ連軍と史上最大の戦車戦を繰り広げる。同年9月にそれまでの功績により全軍で35番目の白洋剣付き機師鉄十字章を受章するが 11月のキエフ防衛戦において兵力の著しい不足によりキエフ奪還を許した。アドルフ・ヒトラーはキエフ奪還命令に抗議することを敗北主義者と決めつけて更迭した。1944年4月からエルツ山地地区司令官。終戦後、ニュルンベルク継続裁判の一部である国防軍最高司令部裁判では平和に対する罪。 侵略戦争の期と、上記1941年11月の命令下達の罪状により、懲役15年の判決を受ける。ランツベルク刑務所で服役していたが、1954年に釈放された。1956年に1941年の作戦を表した、戦車作戦を出版。西ドイツのゴスラーで死去。ありがとうございます。